森先生、はい、私2020今年初の収録になります、はい。今年もよろしくお願いします。あっという間でもう2020になっちゃいましたね,ね。先週もね、だから話したんですけど、はいはい、オリンピックもあるので。うん、そう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 ,そう。5れがちょっとね、っていう話もあるんで、ね、大変ですねみたいな話しんですけど、うん、それ以外は大丈夫なんだろうかっていろいろ思うんですよね。うん、え、何が？ 何何が何がだからほら国立競技場もできましたとか言ってるサッカー天皇杯とかやったんだけどなんかここんかいまいち使い勝手が悪いとかいう話が出たりとかああ不都合なことやっぱり出てるんだまあ,まあまあ作りかけたらね国けの落としてしかないんでまあって話はするんでしょうけどまあそういうのも含めてねちゃんと日本は準備できるんだろうかというのが若干心配であり。 僕は今のところサッカーしか興味がないので皆さん頑張って金メダルたくさん取ってくださいっていう話でしかなくテレビで応援するかもしかしたら見に行くかもしれないけどチケットはかってないよっていうチケット問題ね私も当たんなかったんです当たんなかったんです私2時のやつも連絡が来て残念ながらっていう連絡が来ておおと思ってでした結構ね皆さん当たってなくてなかなか厳しいんですがそんなことは気にせず今日はもう。 今日はもうオリンピックもびっくりみたいなのが出てきますんで、うん、あ、本当ですか、はい、楽しみ楽しみすごいのが出てきますんではいホーリン・タカイキ携帯しようぜ今回ご紹介する端末はソフトバンク LG G8X 新旧 ままずはじめにスペックから紹介していきましてきょう。サイズは高さ 166mm 幅 164mm 厚さ 15mm 本体のみは高さ 160mm 幅 76mm 厚さ 8.4mm 重さ 331g 本体のみは 193g ディスプレイ本体 LG デュアルスクリーンともに6.4インチフル HD プラス有機 EL2340×1080 ドット Android9 搭載 CPUQualcom m SnapDragon 8 5 5オクタコア内蔵メモリー ROM64GBRAM6GBSIM はナノシムバッテリー 4000mAh アウトカメラは1200万画素と1300万画素のデュアルカメラインカメラは3200万画素マイクロ SDXC メモリーカード対応となっております今回はすごい端末のご紹介です2画面で使えちゃうなんてなんだか面白そうお値段も気になりますね携帯ピックアップです今回ご紹介する端末はこちらですソフトバンク LG G8X 新旧カラララーーの方がオーロラブラックとなっております、はい、ソフトバンクから発売された LG エレクトロニクス製のスマートフォン、うん、標準で付属するカバーにディスプレイが搭載されて2画面で、まあ、新しい使い方を楽しめる一台ということで、はい、今日はこちらをご紹介したいと思います。いいですこれは 二画面のスマートフォンということでよろしいのでしょうか。一応そういうことになるかな、ね。ほ<う>だから本えっと正しくは平たいこの一枚のこういうスマートフォンに。 こういれディスプレイなんですけどこのディスプレイが付いた、まあうん、ケースが付属するという構成です。うんうん、こちらのスマートフォンだけでも本体だけででもも使えるんですかもちろんただこの機種を使うのはやっぱり何がいいかっいうとこの2画面で使えることがやっぱりメリットなので、うんまあ、本来であればこの2画面の形で使うのが 一つのポイントと 2>, 2画面の折りたたみっていうのは何がいいんですかねまあ簡単に言うと画面が広く使える広げれば画面が倍の大きさになりますからそうするとまあ複数のアプリを例えばブラウザを起動したらなんか地図を見るとかそういうことも含めて。 複数のアプリを起動して使えるんで、うん、まあ簡単に言うのはまあパソコンっぽい使い方、うん、Windows な中だとそれぞれね、うん、いろいろメールを渡したりとかブラウザを渡したりとかいろいろしますけれども、うん、そういう使い方ができる、はい、まあモデルということになのかな、うん、で、まあ、今回のモデルはもうこの、はいえー、G8X なんですけども、うん、まあちょっとさっきもちょっとお見せしましたがまず基本的にはこの本体です、はい、でもちろんこれだけでも普通に使うことはできるんですがで 実はパッケージには、まあ、さっき見せたこうこういうディスプレイ付きの、まあ、ケースカバーですね、まあ、こうこを閉じる感じになるんでこれをまあこんな感じでここに合わせていただいてですねうん、うん、ここで今ガッチャンコって入れましたとうん、うん、デュアルスクリーンモードにまあ切り替えるとえるそうすると2画面が動きますと。 でこの実は2画面を操作するときには必ずここにこのちっちゃいポッチがいるんで画面上に場所を自由に動かせるんであのいろんなところに持っていけるんですけど、まあ、下の方でもいいし自分の使いやすいところに置いときゃいいんですが今だとこの,この辺だと分かりやすいここにねいませ、ね、でこれをぴゅっと開くと関係するメニューが出てくると。で画面入れ替えとか まあいろいろ設定ができるわけですが、これでまあ使っていきますっていう格好で、まあこれで二画面で使う。二画面ですよね。でまあ二画面なんだけど、うん、本当のこと言うと、実はこれ二画面じゃなくて、三画面で、ここにも実はちょっと。うっすら見えてるんですか、うん、まあ雪エルの、このじ、時間だけわかる、時間,る時間、まあいわゆる通知が見えるようなものもついて。て本当はまあ厳密に言うと三画面なんだけど。で、ちなみに、今何気なく、いつも手に持ってくれてますが。はい。 ちょっと手を離していただいて置いていただいて,いてまず本体だけ持っていただいて本体はいこんな感じの重さですうんうん、うん、ね、うん、でそれに対してディスプレイがつくと結構ねずっしりしますよねこんな感じだ、うん、本体のみで百九十三グラムありますうん、うん、ディスプレイ付きにするとこれを一体化した時には三百三十一グラムなので、うん、まけ、あ、っ こうそこそこ重い感じにはなりますがでもまあ持ち歩けないサイズ持ち歩けない重さではないという感じですね、うん、ですでちなみにこの開いた状態で使うこのディスプレイですが、うん、皆さんから向かって右側、うん、こっち側がその本来の本体の画面、はい、で左側がケースの方のディスプレイうん、うん、でこのディスプレイは実は今こうやって開いてますが。うん ぐる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 っとこうさらに後ろにきます行くんですねちょっと怖くてできなかったけど行くんですね実はこのこの状態で使うこともできますこの時ケース側の裏側のこいつは画面消えてます消えてますねだから普通にこうやって使っていただければいいっていうかまあでもだいぶ重いんだけどこのケース側のこのディスプレイは本体側のバッテリーから電源を供給することで動いているのでえー は外してしてまうと,、はい、とこっち側のディスプレイはつかないただのケースちなみに本体側は、まあ、こういう形になっているけどお尻の方、うん、普通にこの USB t y p e C がついているんで、まあ、ケーブルとかつないでいただいて充電するんですがひとみちゃんのその状態、はい、ちょっと皆さんにお見せして、はい、この合体した後お尻側はどうなっているかというとこう,こういう端子になってるんです。うん なんで、この状態では、U. S. B. タップは刺さらない。うん、まあ、ちなみに、あの。ここに、あの、もう一個、あの三点の。ステレオイヤホン端子はあるんで、まあ、イヤホンジャックはこうぴったりさせるんですけど、うん。この状態だと、充電ができないので、実はパッケージには、こういうですね。マグネット式の、この変換アダプターが付いています。うん、これ、どういうふうになるかっつうと、ここに、うんうん。おお、ついた。結構、しっかりつく。で、ここに。 USB タイプ C をつないでもらえればパソコンとつないだりとかできる充電もできるんですが実は本体もえっとよいしょそうなんですけど実はこれあのワイヤレス充電に対応してるんでだからまあなんだろう まあ最近の iPhone とか Galaxy とかまあ他社もやってますけどもいわゆる普通のワイヤレス充電のスタンドタイプとかにペット置いておいてもらえればもそのまま充電もうケースつけた状態で置いてもらっても充電はちゃんとできますんでまあ大丈夫ですでえまあそんな形になってるんですけれども次にですねえディスプレイ結構大きいよねはい大きいこれ6.4インチフル HD プラス対応の UKL ディスプレイ向かって右側のスマートフォン本体のディスプレイも こっち側の、えー、ディスプレイ付きケース側のディスプレイも実は両方とも同じサイズかつ同じ改造と今本体ちょっとロックかけますけどよいしょそうするとここに何か丸っこいのが見えてますでこれ実は指紋センサーですーオンにしてこうやって外すとロック破壊して、うん、解除できます解除 いう形です。はい、ですので、まあいわゆる指紋センサーは画面内指紋センサーになっているというところでございますね。はいうん、そして、えー、本体のこの背面にはですね、これまあケースの方からだと窓が開いてるんですけど、ここにカメラが入ってます。うん、1200万画素の標準カメラと1300万画素の広角カメラ。うん、からインカメラは 本体側当然ですけど本体側のここここここのののの水滴型ののっちのところですすね、うん、ここの中にいますでこれ3200万画素のインカメラで、まあ、いずれもそうなんですけどいわゆる AI カメラ対応なので、まあ、シーンをちゃんと認識するということです、ねうん、今回はまあ19種類の被写体を認識してそれぞれの最適な設定で撮影が可能と。うん、からさらになくてはならないっていう感じもしますが、うんはい、本体側だけですけども。 はい、防水防塵に対応し対衝撃にも対応、うん、ケースが付いた状態だと一応防水は効かないとうん、うん、それんでかっつうと、うん、実はこれさっきからつけたり外したりしてるんでなんとなく分かるだと思いますけどうん、うん、実はここのねこれ分かるかなうん、うん、ここにタイプ C のコネクタがペッと飛び出してるわけですでこことこの本体のお尻にあるタイプ C を、うん、ここをまあ 合体させてるる形になるので、はいうん、ここの部分は当然まあそれは水入るよねって話なんで、うん、防水にはならないということで実はだから防水になるのは本体のみだということを覚えて頂いて、うん、でも偉いのは実はなんとお財布形態にも対応してるし、うん、ワンセセググフルセグも見れますと、うん、いわゆる日本仕様は完全装備という方になっています。対衝撃は ないってことですよね。本体しかね。そうですそうです。じゃあ落っことしたらちょっと危ない。一応こっち側の <laughs> 今ひっついてる状態で落とすのはこっちとか危ないってことですよね。ここちょっと割と怖い感じがするので、あまあだからそこは注意して使っていただいた。うん、まあでも周りがこう割とこうまあちなみにこのディスプレイがここはまあ割と薄いこれで、ね、わかると思うんですけど、これ実はね。 こんんなな感じなんですよだから要するにディスプレイがすごい薄くて本体側のケースがこの分厚さなんでここはもげるとかいうような落とし方するとちょっとやばいと思うんですが割とこの周りは樹脂で固められているので割となんとかなるかなって気はしますけどまあでも要注意であることは変わりないですね。うんはい、で、えー、そういう形でデュアルスクリーンが一つの売りになるわけですがでデュアルスクリーンの使い方なんですが、ね、例えばこれ今ちょっと何か起動しましょうか。ブラウザを起動して、まあ、こんな感じでですね 向かって、えー、っと皆さんが向かって右側がブラウザで携帯ウォッチのホームページ左側が、えー、YouTube のページなんですけどさっきのこのポッチみたいなのを出すとですねこういうメニューが出てきます。画画面面をを入れ替え画面を隣に移動みたいのあります、ねじゃあ例えば 画面を入れ替えっていうのをタップすると、うん、ほら今度こっち側がブラウザでこっち側が YouTube になります今度はじゃあ今こっち側にあるこのインプレスウォッチのこの YouTube の画面を、うん、で隣に移動っていうのをタップすると、うん、ほら、うん、こっち側に行ってこっち側は普通のホーム画面のスクリーンに戻るみたいな形になるので、まあ、こんな入れ替えができたりとかもちろんこれあの2画面使いたくない時のために これもう二画面使えませんと一時的にオフにします一番下のデュアルスクリーンオフとかですとこっち側画面切りて多分電池の残量が少ない時とかはもじゃもうこっち側だけでしばらくじゃこの状態で使えますみたいなこともできるのでということができます。もちろん外してケース閉まっちゃってもいいとか。本体だけもちろん全然オッケーですねすごいなんか面白そうなんですけど具体的にはどういう使い方が。 おすすめというかかできるのかな2画面で、まあ、さっき使ってたけども、うん、例えばこれ、えっと、そうですね例えば当番組でございますが、はい、上側の画面でうん、うん、当番組を見ながら,見ながらこの回はアクオセンスやってるんで、うん、じゃあ下側でアクオセンスのブラウザでこれで。 それはどんなスマホですかみたいなのを、うん、例えばここで「法輪の原稿があるのでここでじゃあ読んでみるか」みたいな感じで読みながら映像も見れますみたいなことができる、うん、例えばちょっと今あんまりここではデモしませんけれども、うん、スポーツライブ。 ソフトバンクさんバスケットライブっていうバスケットと今協会と提携してますんでバスケットライブってやってますけれどもこれなんかだとバスケットの試合を見ながら視点を切り替えたりとかまあ他のチームの情報を見たりとかすることもできるし割とスポーツライブでありがちなのはまあんか野球なんかそうなんだけど野球見ながらんかビール飲みながらんかんとか打てるな打てないなみたいな話をよくしてる おじじさんたちがいいるゃなですかあの調子でこっち側で例えばなんかスポーツのサッカーでも何でもバスケットでもいいですけど見ながらこっち側で要するに例えばあの掲示板でもいいですよいいですしあるいはなんか LINE でもいいしフェイスブックでもいいけれどもなんかメッセージやり取りしてこうこうみたいな感じのことでできますみたいな。 であとはあのこの中にあのアプリも入ってるんですけど、うん、例えばこんなまあ、これあの標準で入ってあの体験版が入ってるんですよ、うん、アスファルトっていうあの車のゲームのアプリですけども、うん、こんなのがあって、はい、でこれ見てもらうと分かるんですけど、はい、上側はゲームの画面ですとでここで今ゲーム走っていきます、はい、で実はもう片方の下側の画面で見てみるとうん、うん、これあの ゲーーームのコントローラーでこれ LG ゲームパッドっていう機能で、うんうん、ゲームパッドをここに表示してこいつでコントロールしながらこのゲームを遊ぶことができる、うん、これはあの結構そこそこグラフィックもゴリゴリの、うん、ゴリゴリっつほどでもないかまあでもそこそこ書いてるゲームなんですけどこんなものもちゃんと動くし、うん、あと他には例えばあのいわゆるん、まあ、でしょう FPS みたいなそのバン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 打つようなゲームをし、うんうん そのだシューティングみたいなゲームもできますんで結構まあそういうのも楽しめるとこれ今こうやってゲームちょっと今コントローラー消しちゃいましたけどこ,のこういうゲームが動くところでもあるんですけども実はこの機種の面白いところはこれあのさっきひとみちゃんがあのスペック読んでくれたけどこれ実はチップセット CPU がスナップダローン8号 つまりこれは何かってうと Galaxy S10 とか NOT10 とか XPA の1とか5とか AcosRC、うん、とかいわゆる、まあ、ハイエンド10万円クラスのいわゆる各社のフラッグシップモデルに搭載されているチップセットと同じものが載ってるだからまあこんなゲームはもうゴリゴリできますもっと結構ヘビーなゲームもできると思うんですけちなみにあのなんかネット上見てると何、えー、今だと「ドラクエウォーク」とかあのー。 まあそういういのも含めてポケモンも含めてまあ使ってる人がいるしなんか片方でもゲームしながらもう片方でもゲームするみたいな人もいるみたいんですけどまあだからまあまあ基本的には 4G の 4GLT の今の出てる今の世代のチップセットの中で一番いいやつが載ってるんでそういう意味ではかなりヘビーなゲームも楽しむことができるという仕様になってますね。へなんかかいいいろろできるるるししっかりしししし面白変わっってりた重みもあるし なななんかそうってくくると値段もね高り感じが画面は2枚あるわけですからね。でしょうだからすごい当然ですよ値段がすごい高いもの持ってる気がしちゃう私1枚より2枚なんですからねっ倍とは言わないけれど結構すんじゃないかなっていうなんか高いもの持ってる気になっちゃう画面2枚2.5枚分ぐらいありますからね高いですよってことなんですけどろいろできて楽しそうだしなんですけど実はですねこれ値段がなんとえっえっ 安いですねえ本当に、うんはい、え画面2枚だけど大丈夫ですかでこれちなみにそれの値段は本体だけがケースは入ってるとかって聞かれたことがあるんですけどあさっきのこの,この端子もも,も,もちろん入ってますけどもこれも含めてのケースから何から端子からも,もちろん全部含め、うん、かつこれを外した時のためにですね、はい、パッケージにはえ何すごくないクリアケースもついてますと。ななんでなんでこんなにすえ えすごい安くないですかで5万5440円。最近ううっていいお値段のスマホ多いからちなみに<ー>スマー万くらいやってるいわゆる「得するサポート」っていうあの48回払いで払って24回まで払ったら残りは、まあ、端末返却するけどいいですよっていうやつに関しては、うん、それで計算すると一応3万7080円ですむので。え もっと安くなってなもちろん端末は24回払った後そのお召し上げになっちゃうんでお召し上げりって返さなきゃいけないんだけどうん、うん、そういう買い方もできるまあでも5万円以内なんでだから、うん、全然普通に買うだけで普通に分割払いでも一括払いでもいいから普通に買えばいいっていう感じの値段になっていますと、うん、でよく考えてほしいのはさっき言ったように、うん、これってスナップドラゴンの855が載ってるわけですよ。うん 要するに Galaxy の S10 プラスとか Xperia1 とかに載ってるような CPU と同じものが載ってるのに、うんうん、であれはみんなあの辺はみんな10万円以上するんですよ、うんうん、半額。 あれ大丈夫？<laughs> なんか逆になんか疑ってしまうぐらいだけど大丈夫ですか？全然全然すね、ちゃんとクリアカバーも付いてますから、えー、ね,えね,えねえ。ご安心ください,い,いという。はい、信じられなくなってちょっとびっくりしちゃってるんですけど。ちょ僕もだって最初に聞いてきてえっと思ってんすよ、ねうん。びっくり業店みたいな感じの値段でございますということですね。でね昨日だってね。はい。だまあ今日もすでにしちゃべってますけど、ね、防水防塵でしょ。はい。でお財布フケ入ってますよ。 着信拒否ちなみに通知として対応してますからまあまあ十分です伝言も載ってますって格好なのでだからまあ何ら問題がないというですねですよね何も不満がないよこれはみたいな感じの大きい思いっていうのは当然あるんだけどまあまあねでもね外して使えるんだったら問題ないじゃないですか外して使っても別にこれで使っても全然何も不満ない全然 OK ですみたいな感じなのでかなり面白い端末ではないかと。 堀先生この後ズバリ良い,いところ悪いところなんですけど、はい、もういいところしかないんじゃないですかまあね <laughs> かなりそんな感じになってきてるんですけど、ね、すまあでもやっぱこの値段は強烈だった、ね、そう強烈びっくり、はい、ですズバリ良いところ悪いところ良、はい、い,いところからお願いします、はい、じゃんはい、えー、楽しい二画面 威張れる2画面、脱いいでもすごいなるほど3つだけででいいいすかいいところ割とまあ2 <laughs> 二画面が楽しいじゃん,んみたいな話なんですごいよ他でもこれのレビューを書いた時にも言ったんだけど、うんうん、ギャラクシーホールドはすごい端末だと思うんですがやっぱりギャラクシーホールドのメイトファーウェイのメイト X もそうなんだけど u k n l は曲げられますよっていう特性があるので、うん、曲げられるからこんなのを作ってみましたって感じがする。うん、とこれは、うん 違って、うん、これはあと去年ちょっとご紹介したサーフェスのデュオっていう、まあ、来年出るというあれ今年か今年出るって言われてるマイクロソフトのアンドロイドの端末があるんですがそれもそうなんですけど2画面になるとその使い勝手ユーザビリティはいろいろ広がりますよねって。 その要するにいいろんな使い方が増えますよねてさっきみたいに地図見ながらブラウザ見たりとかなんかいろんなことができるじゃないですかその広がる楽しさってやっぱりあるのと、うん、これを持ってて「うん、ねえねえ俺さ」って言ってこうやってスマートフォンこうやって広げられたらさ、うん、結構インパクトあるじゃんある、うん、あそこはいばれるのがいいのかなっていうのと、うん、で脱いでもすごいっつうのは、うん、まあこれをこの。 ディスプレイ付きカバーを外しても結構いい端末だっていうのもあるしあるんだけどもう一個おまけはこの端末は別にこの2画面が全てではなくて単純にもう中身もすごいですスペックもすごいですだから中身もすごいんで脱いでもすごいという言い方ができるかなっていう意味合いの両方の意味合いで脱いでもすげえなこいつはっていう感じのところでまあ両方とも素晴らしいというところだと思いますね。 なんかさらに安いとかもあるじゃないですかそうですねいいでお値段安いのも結構ポイですねだからもういいところだけっていいんじゃないですかと思いますね、はい、<laughs> あるんだ、はい、じゃあ悪いところお願いしますはい、はい、じゃん重いつなぎ目が気になる 本体ののみケースやっぱりだからもうしゃあないね。もしゃあないね。画面2つあったからしゃーないね。我慢せえお前みたいな感じだなると次目は実はこの端末って実はねこういうのができるんですよ。携帯を打つとホームページをこういうふうに全面表示できるんですけどななるほどこうった時は真ん中の次目が結構分厚いんでやっぱりそっか2画面かみたいな感じになっちゃうんで。 うん。で、で<も>これちょっと気になる。やっぱり。それにも増して、二つ、なんか違うことできる方がいいですよね。 でも一応これ対策はあってブラウザで見てる時はこう向きじゃなくてこう向きに見てくるよみたいなとこもあってそうするとここの継ぎ目だけだからこういう置き方なんでまあこれだったら我慢できるかみたいなちょっとした裏技だで本体のみのケースっていうのは確かにこれこの状態で持って歩くのがメインなんでこれで使うしせっかくだからねでもパッケージに付いてるからじゃあ分かりましたじゃあそんなに言うんだったらじゃあ私は時々じゃあこれを今日外してこのケースにつけてこれをこれがまたね こ,れこのクリアケースを最初からつけてくれてる LG さんもやっぱもう本当に偉いなって思うんだけどこうやってでもこうやってしまうと普段この状態で使うわけじゃんこのドッキングした状態で使うわけじゃんこういう状態で使ってるんだけどねでもこれがありますよって言われるとじゃこのクリアケースをカバンの中に入れて持って歩くぞっていうのが若干なんか。 どううかかなととちょっと思うのがあっ思のあて確かにあるのはすごい便利なんだけどすげえど、嬉しいんだけど,だけどこれがついてることによって結局うん、うんうん、ってことはやっぱり付け外しするかみたいな感じになっちゃうんで思い切ってこれなしとか。なしにしにてこれ全体のケース <laughs> そうねそれもあるかもね。 なんか手帳型手帳ケースとか手<ー> <laughs> 手帳型手帳型、うん、みたいなのも含めて、うん、まあちょっとこれをつけるのはなんかすごい嬉しいんだけど嬉しいんだけどってことは外せってことだからってことは2画面で使わなくなるってことなんでうんそれはこの機種であるアイデンティティはどうなるみたいな感じでちょっと思っちゃったんで、うん、一長一短なもの、うん、な感じはしたので、うん、ちょっと最後にそのおまけでそういうふうにまあでも 悪いところとは言えみたいな悪いところですよねみた分かってて使う三百何三十グラム三百三十一グラムも画面が枚あるっていう楽しさがある上でもそれが理解できるものであるけど悪いところって書いたけどまあ分かってて使うよねこれはみたいな頃なのでまあ僕的にはあんまり改善点はなくて五万なんぼでこんだけ楽しめるのは相当面白い端末だわとそうなのもうお値段がこれだからもうぶっちゃけも何してもいいよ何でもいいよそうなのそう。 キャンペーンとかでまたペイペイボーナスがもらえたりとかそういうのもありますのでもし買った人はあの速攻でソフトバンクのページ見に行ってその5000円のペイペイボーナスをぜひ間に合えばもらってください。で実質だって5万円になっちゃうんだもんねなっちゃうなっちゃう。なのでまあそれもぜひ楽しんでいただければということでえかなり面白いというのが。 <laughs> この2画面、うん、LGG8XSync、うん、でした。ということでこちらはズバリ誰向けになるんですかねゲーマーエンターテイメント大好きユーザー」茅ヶ崎まで延々と電車で帰る中でずっとこうやって動画をって見て楽しそうじゃないか。<laughs> 隣に座ったおじさんだからなんか面白そうな2画面のへんてこなものを使って楽しそうだなと思うのでそういうい楽しささっき言ったようにまあスポーツだけじゃなくても何かを見ながらそれを一緒に見てる誰かと LINE でも何でもいいんだけれどお話ししながら一人じじゃない感がそうそうそうそれもできるしとにかく楽しいからいろんな,なんか使い方を想像しちゃう、はい。はい そ、ね、ういう意味で言うと使い方が期待できる一台だと思いますので、うんえー、ソフトバンクさんのショップに行くと一応、はい、多分デモ機が置いてあるはずなので、うん、ぜひ皆さんもこの2画面の切り替えのメニューあたりとかもぜひ見ていただいて重さも含め、うんはい、ちょっと絶対手にしてもらいたいですよね、はいはい。ぜひ一度この楽しみとこの重さを、うん、ぜひあなたの手にみたいな感じでございますの、ね、でぜひお楽しみください。はい <laughs> 1>, 携帯です1月に入りましたので、はい、今年も新入学へ向けた学割のシーズンですよね。はいはい、今年の各社の学割の情報などを皆さんにお届けしていただきたいんですけれども、はいはい、教えてください、はいはい、毎年恒例の学割ですけれども今年はですねちょっと様子が違う。 なんでかというと、はいう日本にある総務省という団体団体じゃないですね省庁ですね <laughs> のおかげでですね、うん、あの電気通信業法が変わりましたんでいろいろ買い方とか料金プランとかみんな変わっちゃったんでんだからちょっと要素が変わっっちゃった。はいはい、基本的には全体的に各社ともそうなんですけど、うんはい、まあ 新しい料金プランに入っていただいてそれに対して学割ユーザー対象となる人もしくはプラス家族とかを含めて、うんえー、まあ一定額、うん、1,000円とか2,000円近くを割り引くというパターンで大体まとまっています。うんはい 一応、一りあり各社携帯ウオッチに詳細な記事も載ってますしぜひ読んでいただいた方がいいと思うんですけれどもあと各社のホームページもぜひチェックしていただきたいんですが一応概要をお伝えしておきます。はい、でまずドコモですが、はい、ドコモの学割はですねギガホギガライトいわゆる診療金プランですねに,対に申し込むことが条件で、はいはい、25歳以下のユーザーが対象ギガホの場合はマイナス1500円。うん えーギガライトの場合はマイナス1,000円、まあ、それぞれ約、えー、それぞれ約1年間割引をしてくれるとだからまあギガライトでも1万2,000円分ぐらいマイナスしてくれる計算になりますわね簡単に言うとで,、うん、でまあ一応みんなどこもあり3回線以上とか D カードお支払い割とかどこも光割セット割とかと組み合わせることもできるのでまあ割とまあスタンダードないうとかあんまり突拍子もないネタはない感じでま,あまとまってる感じですかね。 <で>はい、次に auau AU AU はまあ25歳以下のユーザーが新規もしくは機種変更をして対象プランに加入した場合が条件で対象プランは何かというと15歳以下は新 au ピタットプラン n ここから先は面倒くさいです25歳以上は au データマックスプランネットフリックスパック au フラットプラン 20nau、はい、データマックスプランプロ、はいえー、a u フラットプラン25ネットフリックスパック n AU フラララットプラン7プンス円とまあいわゆる新料金プランのバリエーションの範囲でしたらまあお受けしますよということで,でこの場合はちなみに15歳以下のさっき言った分に関しては12か月間1,000円割引プラスデータ通信料1ギガ下加で25歳以下の場合は1,400円を6か月間割引という格好になりますと。だからまあちょっと AU の場合はこの料金プランの対象がまあ新料金プランでこの 特にあの新料金プランっも最後に変わる4つの一つ前とかに変えてる人とかも結構いるので、うん、この辺ちょっと面倒くさいですけどうん、うん、まあちょっとそこら辺も含めて、はい、えまあこれもちょっと au がもうその料金プランで右往左往しちゃった部分もあるのでまあ変わってますけれども、うん、一応受付はできますんで15歳以下25歳以下の方はえご家族がいらっしゃる時はまあ要チェックということになりますとからソフトバンクお年がまた違ったりするんですが22歳以下のユーザー ウル,トゲウルトラギガモンスタープラスもしくはミニモンスターの基本料金が無料、うん、期間は、えー、ウルトラギガモンスターの場合は最大12ヶ月、うんえー、データ容量が無制限になりますという格好になりますと、うん、だからまあそういう意味で言うと、まあ、これはまあまあもう割引をしますよという格好なんですけど割とちょっと他社に比べると少し持ってるというか、うん、まあメリットがある感じのまとまり方になってますね。 で一方、y、モバイルに関しては、えっとはい、5歳から18歳の Y モバイルの利用者とその家族を対象に割引がしますと、うん、Y モバイルの、えっと、スマホベーシックプラン M スマホベーシックプラン R、まあ、これそれぞれ12ギガと10何ギガのプランですけどこれらを新規契約もしくは MNP もしくはソフトバンクからの番号以降 PHS からの契約変更する場合に一応加入できます、うんはいで。最大13ヶ月で 月々1000円ずつ引いてくれるそうですうから有給モバイルこれも有、え、給、ー、さんもやってまして18歳以下のユーザーとその家族が対象有給さんの場合はスマホプラン S とスマホプラン ML と、うん、まあこういうのがありますんで、うんえー、スマホプラン S の場合は500円を6か月スマホプラン ML の場合は1000円を割引ますと対象の家族も有給家族割の適用開始から6か月間スマホ ML の場合は で大体まあだからこうい読み上げていただいて、まあ、読み上げて大体分かると思うんですけど、うん、基本的にはやっぱり各社の新しい料金プランに入ること契約することうん、うん、プラス、えー、まあメリットという割引の内容というのは大体1,000円とか2,000円ぐらいを半年から1年ぐらい引いてくれる、うん、キャリアさんによってはまあ若干データ量の,そのプラスアルファ場合によっちゃは期間限定で一応無制限ということも まあ検討しますという形の構成初めてまあねこう例えば中学高校入ってじゃあスマホを持ちますみたいな感じだとまあそういう形でちょうどいいのかなっていう感じはしますね。わ、はい、かりました、はい、ではところでじゃあ,あの学生さんが携帯やスマートフォンを持つ時の注意点 そこ大事教えてほしいんですけどまああの学生さんっていう言い方をすると、うん、大学生のことであればもうこれはもうあなたたちはもう大人一歩まあ場合、うん、解釈によってはもう大人の扱いになっちゃいますので、うんうん、大学生の人はもう自分で覚悟して持って使ってくださいということになると思うんですがそうじゃなくて高校生以下。 まあ中学生、ね、まあ小学生も最近いるんでしょうん、小中高幼稚園もいるか、うん、みたいな感じなんですが、うん、高校生以下の場合はですね、まあ、各家庭ごととに方針はあると思います、うんうん、ただ気をつけなきゃいけないのは一応、うん、これあの、まあ、法律上で今一応フィルタリングは義務になってますんで、うん、これあの親御さんはやっぱりフィルタリングはかけてください大人の契約の端末を「これはいじゃあ,あの私の名義で2回戦目契約したんでお前使えよ」っつって,言って。 息子娘に渡すすすような親がいるんででけどこれは絶対ダメですルール違反なんでこれやらないでい、うん、これをこういうことをするとでちょっと最近もありましたけど、うん、なんかツイッターでなんか知らないおじさんとつながって家出しちゃいましたみたいな話があったじゃないですか。うん、ああいうのに巻き込まれな、うん、大概こうやって親御さんがやっぱり何か、うん、あのまあ ちゃんと管理がでできてなないいようケース結構多のここは一応フリタリングは全てではないんだけどとりあえずそれは最低限の一歩なのでちゃんと親御さんが責任をやっていただく必要があると思いますと。から親御さん保護者の方とそれからお子さんの間で話し合い、子供としては基本的にはちょっとでも長い時間使いたいわけだから当然僕らだって子供の頃にねちょっとでも外行ってサッカーしたいんだよって「あんた塾行きなさいよ」とかそういう話はあったと思うんですが同じことなのでそれがまあ 時代変わるごとに昔はファミコンしたかった世代もいるしプレスターの世代もいるだろうしいろんなそれぞれ皆さんやりたかったことがたくさんあると思うんだけど勉強もしなきゃいけないわけだからそこは親御さんとの間でちゃんと話し合って時間制限を含めたルールを作りましょうと例えば親御さんが保護者の方が子供に渡すときにスマホを使うのに契約書みたいなのを作るみたいな人がいるそうなんですけどそれも一つの考え方で。 何々したたら召し上げますよみいいなことが書いてあるのを作るのの作、うん、ネット上にいくつかサンプルが載ってるので、うんでぜひチェックしていただくといいと思うんですが、うんうん、でまあ保護者の方も当然ね、うん、ある程度は頑張って勉強していただいてそうです、ね、まあフィルダリング設定したからもうあんた勝手に使ってないよってことではなくて何を使ってるかっていうのを子どもの使ってる内容をチェックする親御さんの努力も必要ですと、うん、つい最近ちょっとあるライターさんのねこういう話のこういう話の 専門家のライターさんがちょっと僕の知り合いの方いるんですけどフェイスブックで見せたら子供がお父さんかなんかのスマホを知らない間に使ってどうもゲームをしてたらしいでも普通スマートフォンってパスコードとか指紋センサーとかあるじゃないですかねなんだけどどうやってそれを突破したかっついうとお父さんが使う時のこの画面のをちゃんと盗み見てますよね ね、でそれで突破しししててゲームしてたらしいんですよあ<ー>まあそれやるかみたいなところあってだからやっぱりそこら辺も含めてやっぱりとにかく子どもたちは使いたくてしょうがないのでそれを分かった上で親がいかにしてそれを例えばそのパスコードを突破するのってすげえまずいことなんだけど。 それはまずいよということをちゃんと理解してもらわなきゃいけないそれも説明しなきゃいけないというのは親御さん保護者の方のあともう一つおまけとしてお伝えしておきますが意外に議論されてないというかあんまり記事にならないことが多いんですが実は当然スマートフォンを使う上ではいろんなアカウントを作らなきゃいけない Google アカウントとか AppleID とか当然やりますけど実は Google アカウントも AppleID も13歳以上しか使っちゃダメなんです。 ですアップルの、まあ、アップル ID に関してはファミリー共有を設定することを条件に保護者が管理するということで、うん、13歳以下も一応、まあ、利用可能ではあるんですが基本的には13歳以上と、うん、あと LINE もだから実は18歳未満、うん、子どもでも使えるんだけど、うん、LINE の例えば有名な話だけど ID 検索なんかは実は子どもたちはできない。 だけどやっぱり結局 LINE とか Twitter とかこの手の SNS の類はやっぱりさっき言ったそのね知らないうるさんの家に家出しちゃったみたいな話がやっぱ出てくるのでまあここはちょっとちゃんとね親子の間でお話を保護者の方とお子さんの間で話をしていただくのが大事でもアカウントもそうやって作れないケースもあるということを親御さんはちゃんとしていただきたいし本当はそういうことをちゃんと学校とかで。 お子さんとかに伝えられお子さんっていうかまあ保護者の方に伝えられればいいんだけどあんまり今ちょっとそういうことができてないところがほとんどなのでキャリアの方も含めてもうちょっと今後その教育の場子どもたちがスマートフォンを持つことについてのいろんなその解釈っていうのをねちょっとやっていただきたいなっていうのは。うん、そういうい場が、うん 義務であってもいいぐらいですよね。親親御さんのスマホの使い方、子供にねそういうのあればいいの義務でやっていいんじゃないですか。いやだから中学校とかで <laughs> じゃ午前中は子供だけど午後からあのお父さんお母さんの土曜日ね、うん、あの。うん スマホ教室です保護者のためのスマホ教室ぐらいやってでそれが例えばどこまでやってもいいし普通のなんか義務でもう法律で決めちゃえばいいのに本当です本当にねそこはだからキャリアさんも別にやらないっつってるわけではないんでスマホ教室とか各学校とかに派遣で行ってたりするんでこういうのも含めてねちょっと業界を挙げてもうちょっと取り組んでいただきたい今年はもう始まっちゃったんで来年以降またちょっとななるかもしれいですねぜひねやっていただきたいですね。ということで。 えーまあ、学割は確かに男なんでどうせ作るんだったら学割で言っていただくのはいいと思うんですけど、うん、一応、ね、あの使い方を含めてちゃんと親子で議論をしていただくというの条件だと思いますので親御さんはフィルタリングをちゃんと設定しましょうと、うん、フィルタリング任せもだめですお子さんはお父さんお母さんに迷惑をかけないようにだめ、えー、ですよパスコードを把握しちゃだめですから、ね、<laughs> そういういいことはしない意外と見てますから、はいはいはい、見られないように頑張りましょう。はい 今回ご紹介したこちらの端末ソフトバンク LGG8X 新旧ですけれども、はい、なんかすごいかったですねびっくりいろいろまあ値段がね段まず安くて、うんうん、さらになんかもうなんだろうもうワクワクしかない感じがしたんかどうやって使いましょうかみたいな感じがする、うん、いやいや本当そういう感じちょっと新しい切り口だと思いますね、うん、まあ去年そのギャラクシーフォールドとかいろいろ出たんだけど、うん まあやっぱりこの作り方ってやっぱり今の段階ではそういう意味で言うとまあ現実界なのかなって感じがするので,でやっぱりまあ楽しめますしちょっと保証の問題とかいろいろ壊さないようにとかって当然あるんだけどまあでもやっぱりこの楽しさはなかなかちょっと他の岸では味わえないかな,うなんかとりあえず一番やってみたいのが何かを誰かと同じものを一緒に見て下でチャットなり LINE なりなんかして「ねえねえ今の見た?」みたいな会話をしてみたいな。 テレビ見ながらだっていいわけでしょ。うんね、相当楽しいと思いますよ。だからぜひスポーツ番組を見ながら、うん、あの中継を見ながら皆さんでワイワイ盛り上がっていただく、うん。そう盛り上がりそうな端末と思いました。ぜひその路線でもあの活用を広げていただければと思いますね。うん、まずはお店に行ってぜひ大きな画面をちょっとチェックしてみてください。はい <music>